こんにちは、スマイルチームの平舘まさきです。上場している銀行を地域ごとに確認して株主優待を紹介する企画の第4回目です。前回は更新越編でした。第4回目は北関東編です。関東は1都6県で、そのうち北関東といえば群馬県、栃木県、茨城県を指します。埼玉県を加えることもあるみたいですが、今回は3県でご紹介します。ちなみに昔の飛鳥時代の頃だと、福井や岐阜や三重にあった関所より東側はみんな関東と呼ばれてたみたいです。北関東の群馬県、栃木県、茨城県に本社があって上場している銀行という条件でピックアップしていきます。最初は群馬県からです。群馬銀行です。本社は前橋市です。県内企業の約5割がメインバンクにしている銀行です。2021年末には新潟県の大志北越銀行と協定を結んで、観光や地域産業の振興、ビジネスマッチングに取り組むと発表されていました。東和銀行です。本社は前橋市です。群馬県の大日方銀行です。ネット証券の SBI 証券と提携していて、資産運用コンサルティングの店舗を共同で運営されるなどの取り組みをされています。続いて栃木県に行きます。芽吹フィナンシャルグループです。芽吹フィナンシャルグループは宇都宮市に本社がある足利銀行と茨城県にある常陽銀行が経営統合した持ち株会社です。ただし持ち株会社の本社自体は東京に置いてあるそうです。今回は栃木県、茨城県扱いにします。次に栃木銀行です。地元では栃木の呼び名で親しまれているそうです。本社は宇都宮市です。最後に茨城県です。こちらには先ほど芽吹フィナンシャルグループでご紹介した常陽銀行がありますね。ちなみに本社は水戸市です。筑波銀行です。筑波研究学園都市や筑波山が有名な地域ですね。本社は土浦市です。栃木銀行、東和銀行と広域連携協定を結び、産業の育成や雇用の創出を推進しています。また2021年に SBI ホールディングスと資本業務提携しています。はい、北関東の3県の銀行をご紹介しました。さて、この中で株主優待があるのはどこでしょう。こちらです。2社に株主優待がありました。個別に確認していきましょう。群馬県の群馬銀行です。1000株以上の保有が条件で、2つのカタログギフトから選べます。1つ目は群馬県の特産品が選べるカタログギフト、上州牛のハンバーグや銘柄豚の麦豚ロースなどがもらえます。2つ目は翼アライアンスに参加する他の地方銀行の地元特産品が選べるカタログギフトです。保有株数に応じて選べる金額が異なります。栃木県の足利銀行と茨城県の常陽銀行の持ち株会社、芽吹フィナンシャルグループです。こちらも1000株以上の保有で、地元特産品を掲載したカタログギフトがもらえます。那須野ヶ原牛、常陸牛などのブランド肉が掲載されているそうですよ。芽吹さんは1年間の継続保有が条件になります。はい、北関東のご紹介でした。皆さんが普段利用されている銀行はありましたか？2社で株主優待が実施されていました。関東平野は日本一広い平野で、農業や畜産業が盛んなので、カタログギフトが良いものがたくさん載っていそうですね。私は群馬県の草津温泉に行ったことがあって、その時に湯もみを体験したんですけど、とっても楽しかったのでまた行きたいなって思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。次回もぜひ楽しみにしてくれると嬉しいです。次回の優待紹介は何でしょう？
またね、バイバーイ。